北九州の皆さん、こんにちは。松尾鈴木と申します。私、ご存知の方もいるかと思いますけれども、大人計画という劇団の座長をやっていますけれども、この度初めて自分がプロデュースしたお芝居、東京成人演劇部という名前でやっています。それで命ギガ流すというタイトルで、安藤玉恵さんという女優さんと、二人芝居を、やります。全く新しい試みをこの年になってやろうとしています。どうか皆さん、見に来てください。お願いします。まだ時間があるようなので喋ります。本当にあの北九州というのは私の生まれ故郷なんで、ここで、お席に空きができると、故郷の流すたるとね、ぜひ錦を飾らせていただきたいので、そこは切に皆さん、面白い芝居にしますんでよろしくお願いします。命ギガ流す。